引き続きのラストトクラジオの動画です。昨日の動画の続きです。はい、昨日ね、動画でガチャ30連出したやつやったんですけども、でその時にですね、かなりその被ったんですよね。正直この2つですね、邪教神殿と釈王派、この2つ以外はですね、被ったんで、かなりのですね、僕はアークエイティリオン溜まって、新しい、アークフラグメント、アイテムをもらえるやつのギミックがね、またね、いくつか出てきたんですよ。で、それをちょっと紹介していきたいなと思います。はい、これは違う。で、アークエイティリオンを探すときはね、音聞けばわかりますよね。あ、これありましたね。はい、20% 超えたからなんですね。レアアークは 20% 超えると、追加される傾向ありますよね。はい、またキラキラしてるんです。レア海岸線の発見の2段階目のアークエイティリオンは、ありがたい。小石のかけらも集めてた。ありがたい。はい。レミはない。グラナダもない。騎士団ももらった。あ、ここ来ましたね。フェアリゾーレスト。ここかな、はい、はい。これですね。行った。ボックルの魂に行こう。はい。フェアリゾーレストはそうかな。はい。はい。ない。ごめんなさいね。一個一個チェックしていきますよ。これ 50% 超えめたけどないですね。フォルニアこの間出たばっか。あ、来ました。魔獣たちの人、ここが。ですね。ありがたい。銀塊もありがたいよ。お金はいるからね。はい。ハドムンなしの。来ましたね。蜃気楼の里を、これレア 55% 超えましたからね。はい。行きましょう。ここですね。さあ、50% 超えたら何がもらえるんだ？あ、楽譜出てきた。はい、ほっとこ。あざーす。楽譜こんなところで出てくるんですね。クリスタルキャッスルはない。まあ、音を見たらわかりますよね。はい、白の研究所 55% 超えてありますね。ここですね。3段階目ですね、これも。はい。はい、強化薬ありがたい。はい。レアアークはまだ、ここもありますね。この真ん中ですね、強石雲ゼラニア。これ。ほい。はい、虹の小石かける1。はい。レアーク、レアーク。はい、ここからスーパーレアですね。さあ。スーパーレアは、追加はあんのかい。ここ 26% 前も。飛ばしちゃいましたね。はい、いいけど。メノンもまだか。大事なし。来たー。魔境ポエムラムありますね。来ましたね。どこだ？どこだ？真ん中？真ん中？ここ？来た！真ん中だった。あ、大したことなかった。紫の正式にして。ドキドキしちゃった。グランバーガー、ない。フラッディームーン、ない。冒険竜斗、ない。忍者の研究室、ない。ゴールドも、まあ、別に増えてない。はい。正規ノルレアンで来ましたね。はい、ノルレアン。この真ん中ですね。お腹のとこが。ほっ。強化薬。ちょっとありがたい。はい。よ。はい。邪教神殿は、光らないですね。多分まあ、アークエーテル上げるか、いくつか覚えるかしたら、どうするのかな。はい。眠る。近所の眠るしに行ってもないし。マルキュロンもなし。永久時計もなし。流放レイニクルとこの辺はね、出てないんで変わらない。さあ、これですよ、ほいで。はい。今回ね、出てしまいました。SS レアの飛王儀釈王派がね、なんと、最初からアークフラグメントを取れます。音鳴ってますよね。さて、どこなんだろう。あ、足元ですね。感謝。
これは、少しそこ。これの、ここですね。はい。さあ、なんだんだ。楽譜でしたね。ここも。楽譜2個ゲットしましたね。はい。という感じでですね。まあ、やっぱね、ほんと、ラストクラディアのね、ガチャってこういう感じで、まあ、もちろん、新しいユニットが手に入る、新しいアクを手に入ると嬉しいんだけど、今までの被っても、なんつうの、損しない。いいことがあるっていうのが僕もやっぱ楽しみやなと思います。だからついついガチャ引きたくなるけども、まあ、これからもなるべく無課金でやっていきたいかなと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントなどお待ちしています。